それでは本日も、10月16日ですね、司法試験ゼミを始めます。まあ、どうにかね、毎週1問解くというのはなかなか私にとってはハードで、どうにか今朝答案例が仕上げることができたので間に合うことができました。でね、もう季節も変わって、秋で寒くもなってきて、台風があったりなんかで、ね、なかなか大変ですけども、ゆっくりと始めましょうか。それでは、今日は平成24年の、民事系第3問なんで、民事訴訟法にあたるところですが、まあ、どんな概要かと、あと、まあ、適当に設問にも答えながらいきますと、今回、主な登場人物は、3人ですね。X さん、B さん、C さんが主役です。で、A さんはあんまり関係ないですね。X は A さんに300万円を貸して、A さんが破産手続き開始したので、その連帯保証人である B さんのところに行きましたと。もう A さんはほとんど登場しないです。それで、X さんが B さんを訴えたんですけども、その保証、連帯保証債務の履行を求める訴えを提起したんですけども、そこで B さんはそんな保証契約は締結してないと事実を否認したわけですね。それで、そしたら X は訴訟として、その B の記名と印影があるその保証契約書、別紙資料についているものですけどね、それを提出したと。で、B さんはそれに対してどう反論しているかというと、確かにこれは自分の印象によって出てきている印影だけれども、この印象は日頃から娘婿の C に預けているので、これは知らないと、押した覚えはないというふうなとこまで行きましたと。で、そこまで行った後で、その弁護士と司法修習生が会話していると。まあ、この会話はヒントのためにあるんですよね。なんで、ここをよく読まないといけないんですけども、ここでは、もう訴訟があるからね、連帯保証契約書があるから簡単な事件かと思ってたら、予想しない主張が被告から出てきましたと。なんで、まあ、それをね、そのまま裏、鵜呑みにすることはないにしても、ちょっとこれがね、もし本当なら困ったことになるなと。そうですね。そうですね。で、しかもそれをこっちから立証はできないので、向こうは全部握ってるので、こっちからはね、あんまり動くことができませんと。でも、その修習生の P さんは大体まあ単純に発想するんですね。二段の推定で、いけるんじゃないですか、と。で、それに対して弁護士は、まあ、基本線はそれでいいんやけども、もし B が言い訳しているように C がその印象を預かってたとしたら、ちょっとその二段の推定が覆されるので、その C が代理人として契約を書を作成したという、そっちの方針でも行ってみようよというんですね。で、P さんは、でもこんな代理人と書いてないのに、そんな代理人っていけるんですかって質問しますが、それはいけると。それを署名代理と呼ぶようで、わざわざ代理人と書かなくても、まあ、代理だということはできるそうです。まあ、それはもう前提として良いということなんで、前提とさせてもらいましょう。なんで、この弁護士は念のために、その第二の請求原因として、 C が代理によってその署名代理で契約を締結したというふうに、その主張も追加して、さらに C に訴訟告知もしようとしてますと。で、訴訟告知ですかと。あまり勉強しない分野ですので、よく調べておきますと。なんかね、これ読んでると、大体私は修習生の立場で、ちょっとそうやね、苦しいねんとか思いながら読むんやけども、まあ、それはいいとして。でも P さん、なかなか勉強してますね。その、判例をしてますね。その、本人だろうが代理人だろうが、別に法律効果に変わりがないから、当事者の主張がなくても認定してよいという、昭和33年の最高裁判例をよくしてはりますね。を出すんだけども、弁護士はちょっとそれを諌めるんですね。それの読み方、もうちょっと慎重に読んでくれと。そうですね。で、それで、その第2の請求の構成だとちょっと変わるという話をしてますね。で、P さんはあまりピンときてなくて、二段の推定が使えるかどうかですかと、まあ、言ったんやけど、で、あまりピンときてないので、L さんがもうちょっとね、その第1の当初の請求原因の方は、丸1から丸4までこうこうこういうふうにあって、第2の請求原因は丸1から丸5までこういうふうに要件になりますよねと。それによってどう違うか、基本に立ち返って考えてみましょうと。ちょうどいい練習になって、私解いてて非常に勉強になっていいんですけども。なんで、この流れで設問1に行きましょう。設問1の丸、まず括弧1は、X が当初の請求原因20の事実を立証する場合と、第2の請求原因30の事実を、下線部引いてあるところですね。とで、本件連帯保証契約書が持つ意味や、その契約書中に B の印象による印影が検出と呼んでいいんですかね、この現れていることが持つ意味にどのような違いがあるかと。弁護士L と司法修習して P の会話を踏まえて説明せよと。で、もうこの1問目にすでに私は結構苦戦して、まあ、なんとなく直感的に気づくのが、
当初の構成の丸二に関しては、この、契約書、この書章はもう直接的に証明するもんで、第二の請求原因の方の丸三に関してはあんまりこの書類関係ないなと、別にこれが、この文書が申請であっても、文書の成立が申請だったとしても、別にこの丸3を証明できるわけがないんじゃないかなっていうのが、まず直感的にすぐ気づくことで、もうちょっと説明した方がいいのか。ああ、そっか。それとあと調べて分かったことからもいくと、よく読むと、この設問1の手前に、弁護士 L は処分証書とは何か、それによって何がどのように証明できるかといった基本に立ち返って考えてみましょうと言ってて、そうなんです。このね、処分証書とは何かっていうのを説明しないといけないんで、その採点実感か出題趣旨にもそう書いてあったんですけども、恥ずかしながら私は自分でやった時のこの基本に立ち返ってって言われてるのに、処分証書の説明を落としてしまい、あんまり理解できてなかったからなんですけども、良くなかったので反省して調べて、今もう一度説明します。処分証書っていうのは、そのある法律行為が行われたことがもう書類になってるような書類のことですよね。なんで、売買契約を締結しますっていう契約書類のことですよね。簡単に言うと。で、ここでのその連帯保証の契約書っていうのは、まさにその処分証書。その連帯保証契約の締結、XB 下における保証契約の締結という意味では処分証書ですよね。その保証契約を締結します、誰々印鑑っていう書類になってるんで、丸二の事実に関しては処分証書と言えるけども、丸三の事実っていうのは、保証契約じゃなくて、B が C に対して保証契約を結ぶ代理権を授与したことなんで、もし丸3に関する処分証書があるとしたら、その B さん C さんとの間で C さんを私の、保証契約を結ぶ代理人に委任しますという、そんな委任契約やと思うんですよね。そんな委任状みたいな、なんか委任契約の証書があったら、それは丸3の事実を示すような処分証書だけども、この別紙で載ってるものはそれじゃないので、丸三の事実にとっては処分証書でないと。なので、その成立が申請だったとしても、で、そこからもうちょっと説明した方がいいか。で、処分証書だったら、その処分証書が、申請に成立してるって認められたら、もう、その法律効果、その売買が、なら売買が成立してる、保証契約なら保証契約が成立してるってことが認められるので、OK だと。なんで、前半の丸二に関しては、書章に出されたこれが成立、申請に成立したってことが示せれば、もう自動的に保証契約が結んでたってことが認定できるということになりますね。で、丸3に関してはそんなことないと。まずここまでがその処分証書に関するところで、じゃあ次はその、ただその文書が本物かどうか、その成立に申請してるかどうかっていうのを説明、証明しないといけないので、それちゃんと条文があるので、条文を引いた方がいいですね。これも条文番号パッと出てないので、ちょっと探させてもらうと、200何ぼなんですよね。200何ぼやけど、どこやどこや。228条ですね。文書について書いてあるやつです。228条やな、この辺か。まあ、書章っていう、項目がありますね。そこをクリックすると、228条ですね。文書の成立という項目がありますね。で、ここで、まずその第1項も結構これは言っといた方がいいですよね。文書はその成立が申請であることを証明しなければならないと。勝手にね、捏造したものを作りやすいんで、ね、文書は。だからこれは本物ですよと。ちゃんと成立したもの、申請に成立したものですよってことを示さないといけないと。で、どうやって示すかっていうので、その公務員が作ったものやったら申請だとかね、それが第2項とか、そんなのあるんですけども、ここでは公務員とか関係ないんで、公文書じゃなくて私文書なんで、大事なのは第4項ですね。その本人の署名があったら、もうそれは本人が書いたもんだと、申請に成立したと言えるし、あるいは押印があっても、本人の押印があっても、それは申請に成立したものと推定すると。これを使いますね。これが2段の推定のうちの2段目の推定に当たるとこです。ただ、そのハンコに関しては、署名ならね、もう究極的には筆跡鑑定をして確かめればその人のものって言えるけども、ハンコは誰でも簡単に押せると。なんで、本当に本人が押したかどうかっていうのは分からないので、その印影を、その出てる、だからハンコの赤いやつですよね。その印影を、その本人が持ってる、その印章って言ったらハンコ本体ですね。ハンコ本体と照らし合わせて、よく銀行とかやるやつですね。一致してますねってことは、あなたが押したんですねと。これが2段の推定でいうとこの1段目の推定なんで、これは条文には書いてないけど、判例上、経験則として認められるってことでいいんでしょうね。っていうのが言えるので、今回の本件に立ち返ると、
まあなんかその契約書には B の印影は出てるし、だからその印影が B が持ってるハンコのものと形が一致してたら OK だと。それは2段の推定ですね。まあそのあたりをもうちょっと丁寧に説明したらいいというところですね。なんでここの前半に設問1の括弧1の前半はその処分証書であるし、その印影があるので、その B が持ってるものと印章とその印影が一致したら B が押したと。で、B が押したんやったら成立、申請に成立していると。そしたら OK だというような路線でいけばいいですね。で、まあその、まあ当たり前のことですけども、その前半の丸に出すですと、この作成者は B なのでね、2段の推定が使えると。で、後半の方の丸3の事実の場合は、そもそも2段の推定とか以前に、これが成立が申請だと証明できても関係ないんで、あんまり言う必要もないけど、そのハンコもだから全然関係ないですよね。しかも2段の推定も使えないですよね。だってこれは丸3の構成でいくなら、その作成者は C なので、B のハンコが出てて C が本当に作ったとかいうのは関係ないんで、2段の推定も出る余地もないですよね。というようなことを言えば、まあ、おそらく OK なんだとは思います。そんなとこですかね。で、あと、ちょっと付け加えるとすれば、それだけだとさすがに後半が寂しいので、もし、丸3のようなことを示したいんだったら、って勝手に論じたんですけども、もう多分まあ、論じてもいいんだろうけども、丸3のようなことを言いたかったら、例えばその B が C に、その印章、ハンコ本体を預けてたとか言うと、丸3のことを示す証拠になり得ますよね。ハンコを預けてるってことは代理権授与したんちゃうんと。いうね、そういう証拠にはなり得るということは多分言ってもいいんだと思います。ただそれを言うときには慎重に言ってくださいと出題趣旨に書いてあったので、あんまり言わない方がいいのかもしれないですね。っていうので設問1の括弧1は OK ですけど、変なことがあったら突っ込んでくださいね。自信がそこまであるわけじゃないので、よろしかったら突っ込んでください。まあ良さそうなら括弧2の方に行くと、まだ括弧1はね、一応できた感はあったんです。括弧2がこれは苦しかったですね。この実際はちゃんと第2の請求原因で弁護士がね、ちゃんとやったんですけども、それを追加しないで、修習生が言うやり方ですね。裁判所がもう勝手に代理を認めたらいいんちゃうんと、当事者が主張してなくても代理を認めたらいいんちゃうかっていうのが P の見解なんですが、その P の見解の問題点を説明せよと。これにちょっと苦労して、まあ、答案作るときはしばらく考えて、最初にこれは、市にとって不利になるってことを言うたらいいんかなと思って、そう書いてしまったんだけど、それはなんか全然聞かれてないことですよね。それが問題点っていうのではないので、それだって市関係ないですよね。この3番、裁判に関与してないので。市っていうなら、その後の方の設問でね、そういった論点が出てきますけども、だから市じゃなくて、これは、シンプルに、B にとってですよね。B にとって不意打ちだっていうのが、不意打ちというキーワードでよく言うやつで、ただ不意打ちってキーワードを考えると、あんまりよくわからなくなってくるんですけども、まあ、しばらく考えると、そうかと。B にとって不意打ちになるからよくないんだと。で、その不意打ちっていうのをよく考えると、そのためにはその民事訴訟の基本原則に立ち返るべきなんですよね。弁論主義とかその辺の話なんですけども、民事訴訟では、まあ、どういったことを訴えるかっていうのも自分で決めるし、で、どういう主張をするっていうのも自分で決めるし、で、それでその主張をして、ね、両方が対等な当事者が主張して、その結果を裁判所がまあ判断するということなので、なんていうか私的自治ってよく言うんですかね、あるいはなんか自己決定とかの方が私としてはしっくりくるんですけども、そういう原則からして、自分で責任を持って主張して、その結果も責任を自分で負うと、まあ、そういった簡単に言うと、そんな原則で民事訴訟は行われるので、このね、P の見解のように認定されると、その B にとっては、そんなんやったらこういう主張して、その X の主張を潰してたのに、その機会が与えられなかったと。自分でそうやって、その手続きを適正に関与する機会が与えられなかったのに、そういう敗訴の責任を負わされるっていうのはおかしいんじゃないかと。そういったことですね。もうちょっと法律用語で言うと、当事者が主張しないことを判決の基礎としてはいけないという弁論主義の第一テーゼってやつですかね。それに違反する恐れがあると。だから B にとっての不具合はそこですよね。でもそしたら、なんで P の言うような、しかも P はちゃんと最高裁判例を持ってきてるんで、
じゃあなんでそんな最高裁判例があるのかということを考える必要がありますよね。その最高裁がそんなバカだとは思えないですよね。なんか理由があるはずだと。で、それを考えると、まあ、本当ならね、このなんか P が引用している最高裁判例を資料として付けといてほしかったんですけど、それが付いてないんで、まあ、知ってる人はいいけど、知らなかったらちょっと苦しいんですが、まあ、調べた結果を言うと、まあ、その事案の最高裁判例がある昭和33年の事案だと、まあ、その代理人が証人としても言って出てきてるし、その代理人による契約の成立を認めても不意打ちにならないような状況があったと。なんかそんな事情らしいんです。詳しくは知らないですけど、まあそう、大体そんなことが書いてあるので。なんでそういう時なら、まあ不意打ちにならないんだったら、まあその本人構成だろうが代理人構成だろうが、まあその代理人構成を当事者が原告が主張してなくても認めてもいいんじゃないかっていうのが33年だと。でも今回の場合だと、その C さんは証人として来たなんてこともどこにも書いてないし、B さんになりきって考えるなら、もしそんな X が第二の請求原因みたいな代理だって言ってくるんやったら、いやいや、あんなやつに代理権なんて与えてないっていうふうに当然主張するので、で、実際ことのもうそんなふうに進んでいくので、そんなあいつに代理権与えてないって主張する暇も与えられずに代理が認められたら、それはやっぱり不利益だと。なんで、やっぱりその、まあ、もちろんいつもの決まり文句で言うその事案が異なるってことなんですが、どう違うかって言ったら、その不意打ちになるかならないか、まあ、一番簡単な言い方はその不正確かもしれないけど、不意打ちになるかならないかという違いがあると。なんかもうちょっと細かく、なんかそのさっきの答案では自分では書いた気がするんで、思い出すためにちょっと見てみると、もうちょっとなんか細かく書いてるような気がするんですよね。ああ、そうか、そうか、そうか。その主要事実とそうでない事実という話をした方がいいのか。採点の趣旨とか、を見ると、あ、採点の趣旨ちゃうな。出題の趣旨とか採点の実感とかを見ると、その主要事実とかをちゃんと区別してくださいよって言ってて、今のまたちょっと、その主要事実とかを使って、言い換えると、その主要事実に関しては、弁論主義が、きっちりと妥当する。つまり当事者が主張してないことを判決の基礎としてはいかんと。だからやっぱそれが大原則なんですよね。その当事者が言うこと、主張することが判決の基礎になると。当事者が主張してないことを判決の基礎としたらあかんと。ただ、あまりにもそれを厳密に貫くと、なんというか、もうその細かい事実に関しても、なんかその例えば10時10分に何々を契約したっていうのが、それが10時15分だと裁判所の信証を得たとしても、それは認定できないかって言ったら、そんなおかしいと。10時10分っていうのは、まあ10時10分頃という意味なんで、15分だろうが、それは別に認定していいだろうと。それぐらいはその当事者が主張してないことからはみ出てもいいだろうと。じゃあどこまではみ出ていいのかって言ったら、その主要事実に関してはやっぱりはみ出たらいかんと。当事者が言ってる主張をしっかり乗らなあかんと。そのそれ以外の些細な事実に関しては、もう裁判所が多少、まあ当事者の主張してないことを補って、まあ認定しても、別にそれは不意打ちにならんだろうと。あ、主要事実という言葉を使うと、もうちょっとすっきり説明できますね。その不意打ち云々っていうのを、その主要事実で主張が出てないものを裁判所が勝手に認定すると、さすがに不意打ち感があるけども、まあその些細な事実の部分で10時10分か15分かみたいな、そんな話だったら、まあ当事者が主張してなくて裁判所が認めたとしても、まあ別に OK だろうと。まあそれも、まあ10時10分15分も場合によると思うんですけども、それ5分がね、決定的な意味合いが持っときゃ別ですけど、まあどっちでもいいとかいうような、大差ないやんっていう些細な事実に関しては、別にそんなに厳密に弁論主義適用しなくてもいいんじゃねというようなのが、その P さんが引き合い出した判例の趣旨だというふうに言って、でも今回の件に関しては、その代理か否かっていうのは大きく結論を左右するものなので、つまり主要事実なんで、だってその代理権を与えてないって言えばいいんでね。だから今回に関してはその事案が異なるので、ダメだと。主要事実に関して、そのと弁論主義を修正するようなことはしたらいかんという問題がありますと言えばいいわけですね。これで括弧2が OK かと思われますが、なんか変なとこがあったら突っ込んでくださいね。まあ、もうちょっと行きましょうか。で、設問1はそれで一区切り、一応しましたね。しましたね。で、その事例には続きがあって、実際にはちゃんと弁護士がついているので、第2の請求原因を出したんですね。それで代理というのも請求原因に追加しましたと。で、それで、だからその保証契約の代理権を授与したっていうのは、やっぱ B さんはね、こうやって言われたら、それは反論しますよね。いやいや、俺はそんな C に保証契約結んでくれなんて代理権を与えてないと。で、否認して、
で、その代理人 C がどんなふうに B さんに代わって B さんの代理で契約しますとか言ったかどうかなんていうことはその場におらなかったから知らんと、不知というふうに述べたんですよね。で、第3回の口頭弁論では、今度はじゃあ X さんはそれを受けて、じゃあその代理権があったかどうかわからんけども、少なくとも C は代理人っぽく振る舞ったんだから、その表件代理が成立するという主張を追加したんですね。そうですね、代理権があると信じて、その信じたことに正当な理由があるから、だからまあつまり C さんは B の代理人として行動してたんだから、表件代理が成立するというふうに第3の請求を追加しましたと。それで B さんとしては、その基本代理権の事業として主張されてる事実っていうのが、何でしょうね、娘婿に預けてたってところに当たるやつですよね、きっと。どこやったかな、その印鑑預けてたと。アパートの賃貸借契約の締結と、その管理全般を任せてるってところが基本代理権になるんでしょうかね。ここ実態法のとこで、多分その理解でいいんかなとか思いながら、あんまりわからんながらもそんなに考えてなかったんですけども、何らかの代理権はあったってことですね。この保証契約に関する代理権を与えてなくても、何らかの代理権を与えてましたよと。アパートの管理かよう知らんけどっていうのは認めたと。で、その他の事実は否認したと。で、それで、X も B も C に対して訴訟を告示したと。自分のとこによかったら一緒に入って一緒に裁判してねというようなやつですね。まあ訴訟告知が後で大事になるんで難しいんですが、まあそんなところにしといて。それで裁判所は審理の結果、その表件代理という第三の請求を認めて、それで請求人用ですね。で、今度そんなら B さんは収まらへんと。B さんの立場としては、勝手に C が俺の代理人とか言って、保証人になり合って、で俺は金裁判で負けて払わされたと。これは C から取り戻さないかんと。その C の不法行為だと。勝手に代理人でもないのに代理人として振る舞って俺に責任を負わせたなということで、その不法行為による損害賠償を求める訴えというのは訴訟人を起こしたという流れですね。なかなか入り組んできましたね。で、ここで設問人が配置されてまして、この訴訟人は今度 B が C を訴えたんですけども、そこで丸一の事実としては、C が B のためにすることを示して X との間で保証契約を締結したこと。だから C が B の代理人ですよって言って保証契約を締結したっていうやつと、で、丸二はその保証契約の締結に先立って、代理権を与えられてなかったという話ですね。その2つの事実を主張した場合において、 C はその丸1と丸2の2つの各事実を否認することができるかと。で、 B さんはどう言ってるかって言ったら、訴訟1で丸1と丸2の事実が出てきたけども、そこで訴訟告知したんだから、もう C さんはそんな違う別の第2の主張でそれを蒸し返すことはできないですよねと、判決の効力が及びますよねとこう言ったわけですよね。でも C としてはそれに反論したいと、そういう中身かと思われます。そんなとこですね。なんで、設問人を考えると、だからまずその訴訟告知に基づく判決の効力と、 B がね、援用している、それの性質をはっきりさせておく必要があって、こう本当は私も解きながら分からんながら解いて、まあどうにかある程度分かったんですけども、規範力かなと最初思ったんですよね。割と単純にね。でも規範力だったら主文にしか及ばないので、判決中のその判決の理由には及ばないので、この丸一丸二は主文じゃなくて判決の理由なんで、規範力だったらもう C の主張がすぐ認められて終わりじゃないんと。まさかそんな問題じゃないよなと思ったので、だから規範力以上の何らかの効力がその訴訟告知を受けたら働くと、まあそう考えるしかないと。その判例してたら早いんですけどね。判例知らずに現場で考えるとそんな風に考えました。で、それって何かっていうと、で、その規範力でうまくいかないときは、2条の新規則でいったらいいんちゃうかというのを、よく何度か見たことがあるので、きっとそれちゃうかと。困った時の新規則頼みであんまり良くないのかもしれないけど、まあ、ここでは結果的に多分合ってるんですけども、だから規範力ではなくって、その以前の裁判でした主張を、だからその訴訟告示とか考えるとちょっと鬱陶しいんで、まずはもっと簡単に考えると、2個の裁判があって、2個とも裁判に参加してて、1個目の裁判で主張したことを2個目の裁判で全然違うような二枚舌のことを言うのは審議則上許されないと、多分話やなと思ったわけなんですよね。で、実際に参加しなくても参加することができたんだから参加したんと一緒でしょと、そういう権利を放棄したんでしょみたいな理屈が訴訟告知かなと。そしたら分かったと。その C さんが、C さんじゃ、B さんが言ってるのは、C が訴訟を一致でした主張、あるいはすることができた主張、
っていうのを、それをひっくり返す、訴訟にでひっくり返すのは信義則に反しますねと。そうかそうかと、B さんが言いたいのはそれかというのがやっと分かって、だからまずそこで B さんが言いたいこと、その訴訟告知に基づく判決の効力っていうのは理解できました。あ、で、その判決の効力っていうのはちゃんと条文に書いてあるので、その40とか50あたりですね、それはちゃんと多分追っといた方がいいんですよね。先にそれ追いましょうか。ちゃんと条文で基礎付けると、ちゃんと書いてあるので、これは探せば出てくるので、探すと、どこやったかな？あ、53条1項か。53条1項に訴訟告知という話があるはずなんで、53条1項最初の方ですよね。最初の方に見ると、あ、訴訟参加という項目があるから分かりやすいですね。これ多分現場で条文いけば分かって、53条1項というのは、あ、まずあれか。当事者は訴訟の継続中参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができると。まあこれはできる、まあ実際にしてるんでね、それでいいとして、で、まあさらに訴訟告知をすることができるとかもよくって、で、53条4項に訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については参加することができたときに参加した者とみなすと。あ、これかと。訴訟告知を受けて参加してないので、この46条が、これが鍵っぽいなと思って、今度はじゃあ46条を見ると、補助参加の話で、補助参加に対する裁判の効力と。補助参加に係る訴訟の裁判は次に掲げる場合の時、補助参加人に対してもその効力を有すると。あ、このことかと、判決の効力ってこれだというのはちゃんとね、46条で基礎付けられるわけですね。はい、なんでその、53条4項と46条とで、まず表面的に見ると訴訟参加ができるのにしなかったんだから、補助参加のところで書いてあるような判決の効力は及びますと。で、その判決の効力っていうのは規範力以上のもので、主張をひっくり別の訴訟であってもひっくり返しちゃいかんというような、そういう効力だろうというところまでが、まずできましたと。B さんの主張をクリアに分かることができました。で、そこからは今度は C さんの立場に立って、それに反論を加えないといけないんですね。なんか確かに釈然としないところがあるんですよね。で、ここはかなり難しい問題で、最初解いてる時はよく分からなかったんで、まずはどんなふうに実際にその試験と思って解いた時に考えたかっていう不十分なやつから紹介すると、わざわざ丸1と丸2って分けてるからにはきっと何か違いがあるんだろうと。で、丸1は否定できるけど、丸2は否定できないとかね、なんかそんな風になるんかなとか思ったので、どう違うかってよく考えると、この丸1っていうのは保証契約を締結したなんで、これはもともとの訴訟1で X に有利になる方ですよね。で、丸2の事実っていうのは代理権がを B から授与されたことはなかったなんで、これはどっちかというと C に有利になることかな。ちょっとそこが混乱するんですけど、なんか1個が X について有利になることで、1個は B か。間違いだ。C はここの当事者ね。B に有利になることで、だからこの X さんと B さんのどっちもから訴訟告知を受けたっていうのはそういうことかと。そうですね。そうですね。そうですね。なんで、それで違いがあるんかなとか考えて、ただよく分からなかったんですよね。違いがあるんだろうとか考えつつ、まあ、それで、まず不十分な自分の答案で、手書きの答案でどう書いたかっていうのを紹介すると、そんな両側から参加してくれって言われるのは変な事態だなと。そんなん参加できないんちゃうんと。なんで、その、確かに訴訟告知受けたけども、そんな、ね、対立している X と B の両方から訴訟告知を求められるって参加しなかったも仕方ないと。それを信義則に反さないと。だから別にどっちもその判決の効力が及ばないというふうに、かなり不十分な、まあでもまあ一応その場で考えられる限りのことを書いたんですが、まあもうちょっと解説を読んでからは理解できました。で、その解説を読んでからの理解はちょっと話は変わるんですけども、そっちに行くと、まず理解がしやすい方はっていうと、そのちょっと話は変わるんですけども、その誰から訴訟告知を受けたとか、X のためになるとか B のためになるとかは一旦置いて、それ以前にまずその判決の効力っていうのは規範力以上のものだってさっき言ったんですけども、じゃあどこまで認められるのっていうのが問題になるわけですよね。そんなもう全ての細かい主張までその別の裁判で言ってはいけないなんてことになったら大変だと。それが暴論に過ぎないというキーワードのとこですね。その暴論に過ぎないとことかなんて多少違ってても、その裁判でまあスルーしとこうかっていうことはあると思うんで、それをあなた1回目の裁判で、その、ね、大事な論点じゃなかったけどこう言ったでしょと、
今第2の裁判でそれが大事な論点になってるだけども、そんな第1の裁判で言った主張を変えたらダメでしょって、審議則に反するでしょって言われるのはあまりに酷だと。だからそんな暴論に過ぎないような部分には、その規範力以上とはいえ、その判決の効力は及ばないと。まあそれを言うのが良いですね。それが分かりやすい話です。客観的範囲という、判決の効力が及ぶ客観的範囲という話ですね。で、本件に引き付けて考えると、その C が B のためにすることを示し、 X との間で保証契約を締結したことっていうのは、この裁判時に関してその主な論点になってますよね。だからこそ表件代理が認められて、X 勝訴 B 敗訴となったんだから、丸一はそれはもう主要な論点なんで、ここをひっくり返すのは確かにその判決の効力が及びそうだなと。ただ丸二の事実は関係ないですよね。その代理権をその事前に C が B から授与されてなかったっていうのは、それはその訴訟裁判1に関してはあんまりこれって丸2って別になくてもいけるので、その裁判1の判決を導くことができるので、これってまあいわゆるさっき言ったその細かい論点とか暴論に過ぎないというか、そういうとこですよね。なのでだから丸2の関してはその判決の効力を及ぶ客観的範囲というので、その丸2みたいな暴論に過ぎないところまで判決の効力は及ばないと、そういう C の主張が考えられ、その C の主張は正当であるというふうに論じるのがまず1歩目。こっちの方はまだマシなんですよ。で、2個目の方がややこしくて、2個目の方がややこしいからあれなんですよね。ちょっと自分が書いたのを思い出すために見させてもらうと、2個目の方は、まあさっき私がぎこちない言葉で言ったやつですよね。その訴訟告知受けたけども、そもそも訴訟告知で、そのに訴訟告知で想定されてるような典型的なその事例じゃない。じゃあ訴訟告知で想定されてる典型的な事例って何かって言ったら、そのよく引き合いに出されるのが主債務者と保証人とかですよね。それだったら主債務者と保証人が協力して、そんな債務がないということを証明して勝ったらいいし、それで負けたとしたら、もう2人が協力して負けたんだから、あとはもうね、そこはもう争わずに、で、あとは2人で求償するなりなんなりしてねと。そこをもう蒸し返すことはできませんよっていうのが訴訟告、なんていうか、その、敗訴した時の責任分担とかキーワード言われるとこなんですけど、あんまり私、リアリティを持って理解できないんですけど、まあそういう主債務者保証人とか言うならなんとなくはわかるんですが、でも今回の場合だと、両側から訴訟告知を受けてる時か、ことからも分かるように、 C としたらどうしたらいいねって話ですよね。そのどっちに参加して、どっちの側に味方して、どういう主張をしたらいいのかと。まあ、もし今回判決の効力が及ぶとしたら、 C としては結構苦しいことを要求されてるわけですよね。かたやその丸一の事実に関しては、その X の、B の側に立ってそんな争わなあかんし、その丸二の事実に関しては X の側に立って争って、どっちも俺関係ないよと。でもそんなになったら、そもそもこの C さんって訴訟一にあんまり関係ないんじゃないんと。参加するのにふさわしくないんじゃないんという話になるかと思うんですが。なので、ちょっと強引だけども、だから訴訟告知を受けて、まあ、条文上は確かに判決の効力を及ぶんだけども、今回のケースって、その訴訟告知を受けても参加を期待できないケースじゃないかなと。だから、そういう場合にまで判決の効力、その C が訴訟一に参加しなかったのは別に審議則に反さない。別にそれはやむを得ないというか、まあ C としてはそんなもんだから、その第二訴訟で別に丸一丸二に反する主張してもいいと。ああ、ちょっとここの説明が苦しいですね。なんですけど、なのでさっき客観的範囲とかやったけども、まあそれとは置いといて、そもそもその今回の本件の C さんっていうのは訴訟一に参加することが期待できなかったんだから、その判決の効力を及ばせるのは酷で、別に C さんとしては審議則に反してないんだから、その丸一丸二をひっくり返すような主張をしても OK だと。まあ、それが適切なんじゃないかと。そんな風に頑張って書いてみたんですが、ちょっとうまく説明できてないということは、いまいちな感じがしますね。なんかいい、もし何かご覧の方で気づいたことがあったら、ぜひコメントいただきたいところです。
まあ、もうちょっと行きましょうか。後でね、時間が余ったらゆっくり考えてみてもいいかもなんで、まだ設問さんがあるんで、設問さんは軽いから、まあいいか。まあ軽いからどっちにしろ行っちゃおう。で、続きがあって、設問2までが本体ですね。配点も設問2が大きいので。で、こっからは軽い問いがあと1個だけですね。それでも裁判が終わって後日談みたいな話ですね。今回は幸いにして勝訴することができましたが、と。まあそんなうんぬんかんぬんで。で、そういえばなんか両負けを避けるための制度が民事訴訟ではありましたね、と。同時審判の申し出がある共同訴訟でしょうか、と。まあそんな話があるんですね。だからいい機会だからせっかくなんで考えてみましょう、と。で、まあ架空の事案として、X が B および C を共同被告で、 B と C と両方に負けることを避けたいと。なんでかって言ったら、片っぽ B には普通に代理が成立してて、その保証債務を履行してくださいよと。で、 C さんに対してはその無権代理の責任ということで、どっちが責任は少なくてはありませんよねと。代理が成立してたら、B さんだし、代理が成立しなかったら無権代理で C さんだと。両方に負けるってことはないので、同時審判申し出ますというような架空の、まあ、今の事例に似てる事例ですね。で、その設問さんはというと、その同時審判の申し出がある共同訴訟において、どのようにしてどの程度まで審判統一がかかられ、原告の両負けを避けることができるかと。あ、そっか、ここが問いだったんですね。私はここが問いだっていうのはあんま分かってなかったな。で、丸1と丸2の関係で論じなさいと。そっか、だから丸1と丸2を説明するだけじゃなくて、同時審判の申し出の制度をもうちょっと外観というか制度の説明する必要があったんですね。で、これはまだ比較的、少なくとも丸1と丸2の結論自体は何かで読んだことがあって知ってたので、あ、これはまあ結論は書けるなと。ただ、同時審判の制度、ちゃんと説明はできてなかったんで、調べてからちゃんと説明できるバージョンを今お伝えすると、まずその同時審判の申し出がある共同訴訟って言ったら41条ですよね。41条にあるんで、それを見ると、要は、弁論及び裁判は分離しないでしなければならないと。こう書いてあるわけですよね。で、これってどういうことかというと、もうちょっと、絶対説明する必要があるんですよね。どういこうかな。だからこれを説明するためには、必要的共同訴訟と通常共同訴訟という話を絶対出した方がいくって、まあ、それを私は出し損ねたんですけども、何かというと、一番共通の結論を求めなあかんやつですね。例えば境界確定とかそうなんですよね、典型的には。そういうのはもう必要的共同訴訟で、もう必ずお互い矛盾しないような結論を出しますよっていうような規定があると。必要的共同訴訟があると。で、同時審判はそれよりか劣りますよね。そこまではいかないけども、実態法上考えて論理的に代理権はあるかないかなんだから、どっちかだろうということで、それを統一的に判断するために設けられた制度で、必要的共同訴訟ではなくって、あくまで必要的共同訴訟か通常共同訴訟かって分け方だと通常共同訴訟なんだけども、でもB さんに対する裁判をなんか大阪地裁でやって、 C さんに関する裁判を東京地裁でやってみたいに、そんなことをしたらダメで、その同じ裁判でやると。で、そうしたら証拠は共通になるし、その裁判官も一人か合議制か知らんけども、まあその一人というか、まあね、一つの裁判官でやるので、実態法上両立しないものを両立しない心証を抱くことなんて考えられないから、その証拠のレベルとか裁判官の心証のレベルで統一が図られて、事実上結論が統一されると。事実上というのが割とキーワードかもですね。というのが同時審判の申し出の制度だと。同じ裁判、違う裁判所がやったらね、大阪地裁ではこういう印象を受けて、東京地裁ではこういう印象を受けて、それが両負けになることってあり得るので、それを同じ裁判所でやるんだから、で、弁論も同じで証拠も一緒になるんだから OK だと。ただ、その必要的共同訴訟と何が違うかというと、必要的共同訴訟だと、それが何が一番違うかが現れるのが、この設問さんに書いてあるところで、控訴するとかしないとかですよね。そもそも一番大原則は、その控訴するとかしないとかは、もう私的自治というか自己決定というか自分で決めたらいいので、一緒に訴えられてても共同被告になっても俺は控訴すると、俺は別にもう控訴せえへんというのが別にできるのが普通だと。ただ、その境界確定みたいなものだと、あれもややこしかったな。俺は控訴しないとかいうのはできるけども、できたんだかな、できたのかちょっと忘れたけども、少なくとも結論は絶対、境界は1個しかないんで統一しないといけないと。
必要的共同訴訟だと、その控訴しないっていう時どうなるんだったかな、なんかそれはちゃんと調べないかんけども、その結論は1個になると必ず書いてると。でもこの同時審判の場合は、そこまでその控訴しあのするしないは自由なんで、1人が控訴して1人は控訴しないってことは普通にありえると。それがダメなんてどこにも書いてないと。同時審判の時は1人が控訴したら他の人も控訴しなさいよなんてどこにも書いてないし、必ず当事者結論出さなければならないと書いてないと。要は書いてあるのは弁論とかを併合すると、同じとこでやるということしか書いてないので、だから1人が控訴して1人が控訴せんかったら結構ややこしいことになるんですよね。それがここの設問さんで書かれていることで、でもやっぱり1人が控訴し、まあ控訴するし、するしないは通常共同訴訟だと独立の原則ってやつなんで自由なんで、これ条文あるから条文すぐ見たらいいですよね。39条かな、39条ですね。その共同訴訟人の一人の訴訟行為は、そのとか、まあ、共同訴訟人の一人について生じた事故は他の共同訴訟人に影響を及ぼさないと。だから影響を及ぼさないに、一人控訴して一人控訴せんかっても、それはお互い影響を及ぼさないんで、そういうこともあり得ると。で、そしたら原則通り控訴しなかったところはもう確定すると。で、控訴した部分は確定せずに高裁に行くという話ですね。まあ、地裁からやったらね。って話ですよね。なので、この丸1だったら、その C のみが控訴して X が控訴しなかったら、X が控訴しないってことは、その B に対する請求棄却部分が確定してしまうわけですわ。で、C に対する請求人用の部分は確定せずに高裁に行くと。なんで、もし高裁でひっくり返ったら、X は両負けに結果的になると。でも、これは仕方ない。原則から導いてそうなるんだから仕方ないということですね。で、そうなるのを防ぎたかったら、X が控訴したらええという簡単な話で、まあ簡単か知らないですけど、手間はかかるけど、まあ理屈的には簡単な話で、その丸2のように、X が、B に対する請求棄却部分を控訴して、その C が、自分に請求任用された部分を、控訴したら、そしたら、どっちも確定せずに、高裁の審判の範囲に、控訴審の審判の範囲に入るので、で、さらに、41条というのは、高裁でも基本的に第一審、高裁というか、控訴審でも第一審と同じような手続きが順用されて、41条ももちろん順用されるので、同じ高等裁判所で弁論を同じところでやらないかんから、同時審判の申し出の本来の趣旨通り、事実上、統一した結論が得られるから、両負けを避けられると。そんな話ですね。ちょっと長ったらしい説明になりましたけども、それを書けば OK でしょうというところです。一応、設問2が怪しかった以外は、まあ、どうにか、なんとか説明できたのかなと思うんですけども、どうですかね。何か突っ込んでいただけるとありがたいです。変なとこがあったかな。それか、設問2がやっぱ分かりにくかったんで、まあ、もし突っ込みがないようなら、設問2をもうちょっとこの場で考えてみますが、そうですね。なかなか大変ですね。設問さんから聞いてないですか？じゃあ設問2をもう一回繰り返して。設問さんは多分長くこう、冗長に説明しただけで一応合ってると思うんですが、設問2が難しいんですよ、この年は。で、何を聞かれてたかっていうと、その参加的効力ってやつですね。参加的効力があるから、その第二訴訟で、その第一訴訟で出てた主張をひっくり返しちゃダメでしょっていうようなテーマです。冗長すぎですね。まあそうです。まあまあ、許してください。で、それで、設問にはっていうと、第一訴訟では X 対 B ですね。X が B に保証債務を履行せよと言って、それで、どんな話になったかっていうと、B は俺知らんと。確かに俺の名前とハンコが出てるけども、知らんと。C が勝手にやったんちゃうかと言ったと。で、そんなら、まず X としては、じゃあ C が代理として、あなたの、まあ、結果、代理として契約したので、その効果は本人である B さん、あなたに及びますねというふうに攻めていったと。で、でも代理権なんて与えてないよと、こう、B さんは言ったわけですね。まあ、なんかね、アパートの管理とかは任せとったかもしれんけど、この保証契約の代理なんて頼んだ覚えないと。そしたら、その今度 X さんは、いやいや、そんなこと言っても、C さんは B さんの代理人として保証契約締結しますとちゃんと言ってましたと。なんで、それは表件代理が成立しますよねというような第三の主張をしたと。
そんなとこですね。それが第一訴訟で、で、結果としてその裁判所が認定したところによると、その表件代理が成立するというふうに認定しましたと。これが訴訟1です。で、その時に訴訟1の段階で、C さんがね、結構鍵を握ってるんで、その訴訟告知を X からも B からも受けたと。この2人から受けたっていうのがやっぱり謎なんで、その辺を解いといた方がいいんですよね。だからその、丸1の C が B のためにすることを示して X との間で保証契約を締結したっていうことは、ここは混乱してきたな。丸1が認められると、これは X に有利な事実ですよね。で、丸2っていうのは1の保証契約の締結先だって C が同契約の締結について代理権を B から授与されたことはなかったこと。これはどっちかというと、B にとって有利な事実なんですよね。あ、そうか。でも、表件代理やったらこの丸には関係ないのか。関係ないけど、そんな話になったってことなんですね。だから、そこが分かりやすいのはそこですね。丸1の事実は、その表件代理っていう訴訟1の結論に関してめっちゃ関係あると。でも、丸2って別に表件代理の成立に関係ないですよね、と。だから、丸2の事実は、その裁判2で、そんな主張できないっていうのは、そんな暴論に過ぎないところに判決の効力を及ぼしてるんで、ダメだという。そこは、まあ、理解できたんですよ。そっからなんですよね。そこまでは入れて、でもなんでこれそもそも丸 X と B の両方が訴訟告知したんやろうね。そこから解決しないとなんか謎ですよね。X は、これどっかに本文に書いてあるのかな。あ、本文はどの事実に関してか書いてないですね。だから自分で考えないかんわけですよね。X は何のために訴訟告知したのかな。それを考えていくんで、でも、ありそうなのは C の方ですよね。C が、あ、C、B か。B が C に対して訴訟告知するっていうのはありそうなんですよね。今ここでね、その保証契約成立してないって言っといたら OK と。こんなん成立したら、ね、その B か C のどっちかが、賠償せなあかんと。てか、少なくとも B がその、この裁判では負けて、その支払うことになるけども、後で不法行為で、ね、その C から取ろうとするかもしれへんので、C と B が協力して、この裁判に勝とうぜっていうところなんで、それは分かるんですよね。だから、だからそこで、そこまでは分かると。そこまでは分かるから、だからその C、丸1の事実ですね。だから C が訴訟告知で参加して、丸1の事実なんてありませんって言ったらよかったんですよね。あ、よかったっていうか、B にとってはよかったんですよね。そうなんです。誰との間で参加できる、そう、そこが混乱してるんです。そうなんです。誰との間で参加的効力が生じるかと。だから、丸1っていうのは、ああ、分かってきたかも。分かってきた。丸1っていうのが、そうなんです。そこがなんか理解が及んでない気がするんですよね。今、その、どこに理解が及んでないかが分かってきました。だから、丸1っていうのが、その、C、ん?ちょっとよくわからないな。だから、その、保証、だから、丸1のように、その、B のために保証契約を締結したって言ったら、だから代理人として行動したって言ったら、そしたら表件代理認めてられてしまうので、訴訟1では B 敗訴になると。で、訴訟2で、でもそんなん言ったんやったら代理人として行動したでしょと。丸1を今から覆したらダメですよねと、そういう話なのか。そうですね。だから丸1は C との間で参加的効力が及ぶ。なんか違ってたら言ってくださいね。なんかまたよく分かってないですね。丸2は保証契約代理権を授与されてなかったと。授与されてなかったって言ったら、でもこれやっぱ関係ないんですよね。でも関係ないけど、丸2が関係ないっていうのはよく分かってきたんです。そこまではよく分かるんやけども。でも、もし丸2を言ったら誰に得になるのかな、これは。保証契約的だって、先だって代理権を B から授与されたことがなかったって言ったら、そっかそっか、その、普通に代理が成立するってことはなくなるっていうことか。その表件代理とかともかくとしてと。そうかそうか。だから普通に代理が成立するということはなくなると。
逆に考えたらいいのか。代理権が授与されていたらもう普通に代理が成立して B 配送になるという話ですよね。よくわからんな。やっぱりよくわかってないですね。なんで、ちょっと苦しいです。じゃあ、助けてもらいましょう。コメントしていただく方に助けていただくとして、訴訟告示しか受けてない者に対して参加できる場合の要件をどのように考えていらっしゃるんですか？質問の意図をしっかり取れてるかよくわからないんですけども、訴訟告知を受けたら、その訴訟に参加することができると。で、参加して、同じ、例えばなんか共同戦線張って主張して、それで負けたんやったら、もうそこはひっくり返したらダメですよねというのが参加的効力ですよね。あれか、参加の利益ってやつですか、その要件っていうのは、いわゆる。だから、訴訟告知って誰に対してもできるわけじゃなくって、その辺からなんかすごい手助けを受けてますね。訴訟告知を受けるってことは参加するのが前提で、参加するってことは、なんか参加する意味があるんですよね。参加の利益があると。例えば、主債務者と保証人だったら、そもそもそんな保証契約が成立してないって言えたら、もうね、安心だと。参加の利益があると。もしそこで、負けてしまったら、後で吸収されるかもしれへんと。不利益があると。あ、そんなんですね。あ、ちょっとずつ分かってきましたね。ありがとう。めっちゃありがたいです。誘導ですね。参加の利益のみでいいのか、それ以外の要件がある。ここが分かってないんですね、多分。そうなんです。ここはよく分かってないんですよね。参加の利益っていうのまではなんとかいけたんですけども、それ以外の要件ですか。ちょっとそこがよく分からないですね、正直。そこが苦しいですね。実際に参加したら参加の利益のみでいいんですか。なるほど。じゃあ、この場合のように参加しなかったらどうなるんですかね、っていうのが問いですね。そうですよね。訴訟告知をそのまま条文言うとそうなんですよ。なるほど。ちょっと分かってきた。そうかそうか。なんか保証人と主債務者っていうのは一番分かりやすいんですね。実態法上協力関係、協力義務関係があると言えるんですよね。でも今回のその B さん C さんっていうのはそれがない感じですよね、別に。そうですね。関係ないですね、その代理が成立するか否かぐらいで。そうかそうか。だからそういうふうに言えばいいのか。ああ、よく分かってきました。ありがとうございます。楽しくなってきました。そうかそうか。無権代理関係の場合だと、むしろ協力関係というか、むしろ敵対関係じゃないですか。ね、場合によっては、だって実際ここになってるようにね。そういう時に、だから両方から参加を求められてるみたいな、なんとなく違和感を感じてたのはあるんですけど、その辺がちょっとクリアになってきましたね。そうかそうか。今言っていただいた誘導に乗ったのも、そうかそうか。そうかそうか、そういうことですよね。敵対関係にあるときに、そうですよね。それはだって、その敵対関係あるのに参加せよっていうのも困るし、まあ、参加して実際に主張したんならまあいいんですよね、別に。でもそれで参加義務が生じるわけじゃないですもんね。訴訟告知受けたら絶対参加しなさいなんてどこにも条文に書いてないと。そういうことなのか。そうかそうか。そうかそうか。敗訴責任の分担だったら、やっぱ実際に参加して、ね、実際に参加して主張して負けたんやったら、その責任は取れっていう話やけども、敗訴責任の分担っていう意味では、参加しないにことに理由があって、実際に参加せずに、それで負けたやつの責任なんか知らんよということか。そういうことですね。ちょっとずつ分かってきた気がしますね。遅まきながら。マジで両負けとか、そんな考え方初めてしました。でもなんか誘導的にはそうですね。両負け回避ね。今回の事案は確かになんかそんな誘導っぽいですね。
なるほどね。そうか。そっちはなんか難しそうですね。その両負け回避っていうのは難しそうやから、敗訴責任の分担で、今回はなんかそれが別に期待できる状況じゃなかった。なぜならその B さんと C さんには実態法上協力関係義務がないからだと。ああ、そんな感じが割とスマートですね。両負け回避は難しそうですね。ちょっと理解が深まった気がします。おかげさま、ありがとうございます。綺麗に誘導していただいて。そうかそうか。なんかそもそも訴訟告知っていうのが、1回目の訴訟でもうやれるだけのことはやって、でもそこで決まったことは後で持ち返さんとこうねという話ですよね。で、ただ今回に関してはその C さんがその1回目に参加して、その B のために全力で主張して、裁判するということが期待できない状況だったと。なぜならその B さんと C さんというのは、ある事実に関しては協力関係が結べるけど、ある事実に関してはむしろ利害が対立するんだと。だからそういう時に C さんを参加しなかったっていうのはまあ仕方がないと。で、それなのに敗訴責任を負わされる。実際にそこで一緒に頑張ってやって負けたんならともかく一緒に頑張ってないと。しかもその一緒に頑張らんかったにも理由があると。ある事実では確かに一緒に頑張れたけど、ある事実では一緒に頑張れへんかったんやと。むしろ利害が対立したんやと。そういう時に敗訴責任を負わせるのは不合理だと。あ、これですね。ちょっと分かった気がしますね。ようやくちょっとずつ理解が深まってきた気がします。そっか、両負け防止で使うとかはとても思いつかないですね。それは今はやめておきます。もし余力があればゆっくり考えます。ということで、おかげさまでどうにか誘導していただいたおかげで、どうにか少しはできましたが、まあそんなところですね。もう残り時間も3分ほどになってきたので、もうそろそろ締めにかかろうかとは思うんですが、まあいつも助けられてばかりでということを言いましょうか。前回もね、会社法で、その元ネタがこれだとかね、言っていただいたものをこう調べたら、ああ、確かにそれっぽいとか思って、皆さんなんでそんな知ってるんですかねと、自分の知識のなさというか、皆さんの知識の多さにいつも恐れ入るばっかりです。なんで助けてもらえると非常にありがたいです。ってなところで、どうにか24年の第3問の民事訴訟ができましたと。まだまだ苦しいですね。合格者なんですが、さすがですね。 ちょっとなんか ありがとうございます。本当、まあ、ゆっくり頑張りますわ。なんで。まあ、でも、やってて、おかげさまでね、少しずつできるようには、一個一個論点が分かってきたので、着実に成長している感はありますので、ゆっくり行こうかと思ってます。あ、そうですか。まあ、ね、実際の試験で、ね、どこまで書けたかっていうのは、やっぱ結構難しい方ですよね、この設問にっていうのはね、それなりにはね。そっかそっか。まあでも今はね、ゆっくり考えられるんで、ゆっくり理解しておくと、次にね、その関連する論点が出てくることは絶対あるので、ゆっくりやっときます。ああ、試験の実践的にはそうでしょうね。そうですよね。まあ今回の場合、その設問2が4割なんでね、一番大きいとこなんで、それなりには書かんとあかんので大変ですね。そうか、そう、まあ、まさかその合格者に指導してもらえるとは思わなかったです。ありがとうございます。で、あと、まあ、自分の報告もしましょうかね。まあ、こう言ってても、私は来年にまだ受けられなくて、こう予備試験から行かなくてはダメで、今年受けたけどこうダメだという結果が判明したので、来年また予備試験から受けてきますという報告です。なんで、まあね、ちょっとこのレベルだと厳しいので、